さんの方が年下ですよね。そうだね。俺なんか年上に思われることある？まあ俺は結構年下に見られ、全く俺のこと知らない人だと、いやまあ俺は結構年下に見られるイメージだと。声もノリも若いからな。うん、若ぶってるから。陸道が今30、31、32になった。32か。で俺が今28が29になる。うん、3歳差。知り合って何年ぐらいですか？認知したのは絶対覚えてないけど、お互いのことを。そうだね。実際にカランダンは、まあ、別に実況者になってからではないな。そうだね。だってなんか最初始める前とかいろいろ話したりしてたもんな。実況、あそう、実況の相談めっちゃ乗ってもらったから。そう最初ね、俺の投稿時間も毎日投稿、ビクゾーなりで決まったから。あそうだっけ。毎日投稿はこれがいいっつって、でビクゾーなりに毎日投稿の時間は、いや俺的にはここかなって、朝7時に俺あげてるけど、もしあげてなかったらここにしたかったからっつって候補もらって重視。ああそんな話した気がする。そうそう、じゃあいつだろうな。ちゃんと飯食いねとか始めましたとか、始めましたっていうか初めてちゃんと絡んだとかになるんかな。飯？ヨッシーペカとかで行ったやつ。ないか。ビクゾーと初めてしたオフ会は卓球したっていうのは覚えてるんやけど。そうだね、それは俺も覚えてる。うん、埼玉記念総合体育館でやったの確か。なんなら俺ビクゾーんちに泊めてもらったの。全部そうだね、ビクゾー俺とペカさんに泊まったから。夏めっちゃウィーの話聞いてる。そうめっちゃ昔話でオールしたもんな。そう、あれ朝5時じゃねっつって俺次の予定あるから。そうじゃん。出るわ、ビルドンチに3泊ぐらいしたの。したね。今の暑いな、ノックス。あそっか、うちでこっちで3泊ぐらいしたっけ。2泊か3泊はした絶対したっけ。うん、はい、ウノとかナインさんとかがいた時とか。あそう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 、おもろかったなあれな。いやこんな止めてくれんのと思ってたの内心。あそうなの。クソラックやし、ポケができるし楽しかったなあ。全然声かけてくれれば止めますよ。いくらでもわけわからん薬品を飲まされたの覚えてる。ルートビアな薬品じゃねえよ。いやそれ美味しかったけどね。オレンジ美味しかった。いや普通に美味しくて俺全部飲んでたよ。そうだっけ。そうそう、みんなまずいって。シップの匂いがするってやつな。そう